奴にはもう隠れ場所などない。角笛は奴を守る傘になどならないだろう。永遠にな。角笛はヒーローを利用し、そして捨てるだけだ。本人がそれに気づいた時にはもう手遅れだろうがな。公開都市に巨大な原力波動が発生した。現在高速で移動しており、目標は不明だ。ガルダチームの諸君は待機してくれ。その原力波動を起こしたのは角笛ではないかと我々は考えている。行くぞ隊長。ダモクレスの剣はそろそろ落ちてくる。レナとスローンはまだ帰っていないのか？ええ、途中で一度だけ連絡が来たけど、異常現象を調べるとボスに伝えろって。一刻も早く二人を見つけるぞ。公開都市に強力な原力波動が発生した。角笛との関係が疑われるため、中央庁が緊急解析を行っている。まさかその異常現象は。原力の発生源が特定できた。深刻な事態が予想される。準備をしておいてくれ。まずは動画を見せよう。限界速度だ。このままでは逃げられん。直ちに位置を特定し援護に行かねば。スローン、何があったの？モンスター、あいつは化け物だ。俺たちが角笛の痕跡を調べていた。空から降ってきやがった。角笛の旗をまとってる。あいつが通り過ぎた場所では通信機まで使えなくなっちまって、レナがあいつを引き離したんだ。伝えに行けって。エチェールの分析では、あの娘を取り巻く原力は普通の人気使いよりずっと純粋なようだ。高濃縮した原力ボールのようだと。奴が角笛のダマクレスの剣か。そうだ、この前君たちからもらった情報によると、ダモクレスの剣は直接人間の体には適用できないはずだ。角笛は一体あの娘に何をしたのだろうな。唯一断言できるのは、あの娘が極めて危険な存在だということ。奴は人間じゃない。彼女、いや、あれは兵器だ。たまたま人間らしい外見を持っているだけのな。
彼女たちの移動速度は速すぎる。進路を予測し、どこかで封じ込まなければ。では、我々は彼女たちの位置の特定を続け、結果が出たらすぐ連絡する。待つ。レナを死なせはしない。絶対に。あの小娘はゴキブリみたいに頑丈だから死んだりしないさ。あのでかい男も特に問題ないよ。大量出血のせいで気絶しただけ。スナイパーの小娘が看病してる。ああ、ご苦労。ああ。だから戦争は嫌いなんだ。私は帰るよ。何かあったら連絡しな。了解した。いつでもいいぞ。間に合わないぞ。もうどうしようもない。なぜ諦めない。私を諦めたように。二人が今後通過する地点が弾き出せた。座標はすでにガルダメンバーの通信機に送ってある。直ちに向かってくれ。ヒーローもそこへ移動中だという情報が入ってきた。中央庁はできる限りヒーローを阻止する。彼を始末したら合流しよう。私の戦いはそこまで長引きはしない。アンジェリカを呼んできてくれ。
その必要はないわ。中央庁からのメッセージを見たわ。早く行きましょう。レナを助けなきゃ。ガルダチームはこれ以上誰も失わない。絶対に。ああ、行くぞ。レナを助け、敵を殺すことだ。失敗は許されない。了解。貴様は？いい返事だ。用意。出撃。迎えに来たぞ、レナ。ジョー君。敵の状況を教えろ。はい。敵は一般人に攻撃を仕掛けません。目標は人気使いだけのようです。勝てる相手ではありませんが、敵はまだダモクレスの剣の力を完全には扱えていないようです。力を合わせればまだチャンスはあるはずです。よし、お前の判断を信じよう。つまりあいつは隊長を傷つけないということだな。隊長、お前は後ろで原力サポートを提供してくれ。敵を迎え撃つぞ。決まり。くらえ。お前がそう望むなら。ええ、喜んで。ええだろう。その魂
もらい受ける。何とか終わればいい。強い。なんて力なの。奴が力をうまく扱えるようになる前に倒すんだ。でなければますます厄介になる。おお、俺に任せろ。言われるまでもないわよ、この僕なんち。やっぱりこいつ人間じゃない。損傷度 1%。 この人物は危険。データ分析中、体の各データを調整。分析完了。こいつ進化している。気をつけろ。いいだろう。さっさと終わらせるぞ。聞こえている。終わればいい。危険レベル5、排除開始。情報分析中。分析完了。なんで
いは終わっていない。今お前の最後まで戦う覚悟はあるか。了解した。いつでもいいぞ。向かいがある。準備はできてる。直ちに敵の位置を確認し周囲を警戒しろ。配置につく。終わればいい。十分強いから力を配っても大したことないって長官はいつも言っているけど、長官、あなたはもっともっと強くなります。いいえ、強くならなければいけません。よせ、その剣には触れるなと言ったはずだ。何よりも光栄なことでした。あなたからお借りした理想、今お返しします。
花火を。